元祖麻婆チャンネルです。今回はですね、都の城にありますあやめ牛を食べさせてくださりますログテラスカントリーさんにお邪魔してます。早速参りましょう。ログテラスカントリーさんへお邪魔しました。社長の土持俊之さんです。どうもお世話になります。こんにちは。こちらのカントリーでは今お肉の祭りをやってるとですね。だいたいお店ができて何年目ですか。実は今日がですね、創業10月22日もう22年前に20年前にオープンされて、おめでとうございます。たまたま今日いや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 、いい日に来ましたね。まあこのカントリーの中に入ってですよ、この空間という、本当アメリカのね、ログハウスそのままですね。もういろんなとこ旅しましたけど、外見も何ですか、カントリーの焼き台が準備してあって、外でも食べられる。夏はですね、いいです。夏はいいでしょうね。匂いがね漂ってね。そしてこちらはカントリーのお部屋とお客様の部屋と後ろ店内です。店内がテーブルセット、テーブルセットと、ここは下ばっかりですか。2階に和室がございます。2階和室が、はい。季節柄忘年会、新年会とありますけど、はい、それも予約は出てる。予約を受けたまっております。よろしくお願いいたします。で今日はログテラスさんは専門はステーキ、牛肉、牛肉をコンセプトで出させていただいております。で牛肉の名前があやめ牛だったんですよね。あやめ牛、ね、あやめ牛という牛はそのどこにいるんですか。あやめ牛というのは自社ブランドで、うちは牧場もやってるんです。はい。グループ会社の飼料工場もありまして、はあはあ、そこの飼料を食べさせて、はい、その牛があやめ牛。あやめ牛、はい。ああ、ということは都の城市の市の花が、はい、あやめの花だ。あやめですよね。あ、なるほど。そこから拝借いたします。ああ、ということは宮崎の牛なわけですね。ということは日本一の牛か。なあ、これが特選あやめ牛のハンバーグです。この周りにかかってるのはデミグラス、デミグラスソースね。これは文字通りこちらのログテラスさんの、はい、手作り特製です。デミグラスソースをいっぱいハンバーグにつけていただきたいと思います。ほかかぶっとるな。ほくほく、ソースがまた何とも言ってね、うまいな。もともと素材がいいから最高のハンバーグに仕上がってますね。そしてこのハンバーグの、種類もたくさんあったんですよね。はい。あとは和風おろしソースと照り焼きソースとございます。はい、ああ、それからハンバーグの中にチーズが入ったやつとかもなんかメニューになってましたね。チーズハンバーグです、ね。チーズハンバーグ。だからいろんなメニューがハンバーグにもあります。このログテラスさんのモットーは、掲げているのは牛肉消費量拡大革命と言います、はい。拡大革命。私たちも一緒にその参加させていただいて、おこがましいんです。いや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 、それをしていただかないと生産者の皆さん方がやりがいがないんですよね。どんどん。もう世界中に宮崎牛を、そしてあやめ牛をですね、食べていただかないと
その広がっていかないわけですよね。消費拡大のですね、一旦端っこでも担えれば、はい、どうですか。ささやかながら私も消費拡大に参加させていただきます。それから創立22周年おめでとうございます。それで外の方にも、はい、あの焼肉をするスペースがあるじゃないですか。はい、あの今日はあそこでパーティーをしたいんだけど、はい、使わせてくれますかというお電話すれば、はい、OK ですか。あ、OK です。年中、はい、自由に受けたまります。あ、はい、と室内はここのこちら側ログテラスさん、名前のようにあの大きなあの一本木でね、ですね、頑丈に作ってらっしゃいますね。この木も全部カナダから当時取り寄せて。あ、この木もカナダから。はあ、はるばる、はるばるこの都の城の陣やってきた。いや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 、いいですね。今日はありがとうございました。あやめ牛、素晴らしいですよね。我がふるさとに日本一の牛をね、扱ってくださってるお店がある、最高です。これからも素晴らしいも商品、ね、素晴らしいものをですね、皆さん方に紹介してまいります。どうぞこの次のチャンネルもご覧ください。それではさようなら。いやー、外にもね、こういうこのテーブルが準備してございまして、何人でしょうかね、2つあるから、まあここに、まあ、10人座って、20人ぐらい座られて、あー、外をね、景色を見ながら、おー、素晴らしいですね。もうね、もう考えようか、ここでね、みんなにこう振る舞って、こう何ですか、あ、話に花を咲かせ、ね、思い出話を語り、忘年会、新年会、いいですよね。最高です。もう外の方も最高。ねえ、中も最高ですけどね。ぜひ、外でも炭火焼き、体感していただきたいですね。